今回は 3DS Max のメンタルレイで各エレメントの書き出し、素材の書き出しですね。そこから実際に書き出した素材を AE 上でコンポしてみるところまで進めていきたいと思います。これはメンタルレイですね。ここから、NVIDIA メンタルレイを選択してあげて、Render Elements タブのこの Elements Active にして、アドで、いろんな素材を指定できます。まあ、大体、これを見てもらえばね、ここに全部並んでるので、まあ、同じように選択してもらって、いくつか設定する項目がありますので、一つずつ解説していきたいと思います。上から順に、オブジェクト ID。オブジェクト ID という素材は何だと。これは、いわゆる、RGB マスクと、マスク素材ですね。まあ、見たことある人もいるかもしれないですけど、なんか赤とか緑、青とかで、このオブジェクトが、はっきりと、色が分かれてるマスク素材。まあ、それはなぜ、それが必要かというと、指定したオブジェクトカラーの部分だけを、AE 上で調整したい。なんて時に、まあ、RGB マスクという素材が必要になってきますね。まあ、後々 AE 上で直接お見せしながら解説していきますので、とりあえず今回は Max 上での設定をしていきます。このオブジェクト ID というのは、オブジェクトを選択して右クリック、オブジェクトプロパティから、この G バッファーというところのオブジェクト ID というのを変えることで指定することができます。基本的には RGB の3色を指定していきます。ちなみにこれ、2が R で、1が G、0が B になっているので、2、1、0で RGB です。で、それぞれもう設定済みなので、オブジェクト ID の設定は完了。次は、あと、これもですね。ライティング。これは、シャドウオフにしてあるだけです。まあ、ここでシャドウ素材出してるので、シャドウはオフで。そして、この Z 深度。Z 深度というのは、結構よく聞く言葉なのではないかなと思うのですが、このカメラからの距離によって、まあ、距離感の素材ですね。手前から奥までのグラデーションで、被写界深度なんかをつけるときによく使われる素材です。ここの設定は自分でしないといけません。それで、この数値を出す、まあ、簡単なやり方としては、このカメラの設定からこのエンバイロメントレングス。まあ、ちなみにこれ僕全部英語版を使っていますので、日本語版だとちょっと言葉が違うんですが、大体、まあ似たような場所を見てもらえれば、わかるかなと思います。で、これ、小にしてあげると、このニアレンジとファーレンジというのを設定できるので、これ大体手前、一番手前どれぐらいかなと。で、一番奥の場所、まあ距離ですね。距離を設定してあげて、まあ、68と110という数値をそのまま入れてあげれば OK です。これで Z 深度の素材もきれいに出ます。で、もう一つ。MR シェイダーエレメント。これは何かというと、アンビエントオクルージョンの素材になります。この、まあ、アンビエントオクルージョン AO。AO というのは、まあ、隙間影ですね。こういうオブジェクトとオブジェクトの距離が近い部分に出る影だと思ってください。この CG とかで、まあ、素材を重ねるときね、まあ、アンビエントオクルージョンってのがあると、まあ、それだけで結構リアルな質感になったりもしますので、この素材もぜひ出しておいた方がいいかなと思います。そしてこの MR シェーダーエレメントというのを
ちょっと選んでます。アンビエント奥行きを出すときは、これを選んで、このパラメータで、このメンタルレイというところのアンビエントを選択してあげます。これで OK です。マテリアルの設定は特に必要ありません。で、MAX 側のシーンの設定はと言いますと、まず素材としてはこの、コントローラー。まあ、仮にキャラクターだとして、キャラクターのみをまず出したい場合は、まあ、キャラクターの素材は、ビジブルトゥーカメラに設定して、まあ、背景、BG は、ビジブルトゥーカメラをオフにしておきます。多分日本語だとカメラに対して歌詞とか、そういう名前になってると思うんで。それチェックを外しておくと、レンダリングはされません。レンダリングはされませんが、ライトの影響は受けているので、GI をこのコントローラーに返すことができます。地面の GI は欲しいけど、背景はレンダリングしたくない。ので、ビジブルトゥーカメラに設定しておきます。それでは実際にレンダリングをしていこうと思います。この各素材を Add でここに入れたら、レンダリングの保存先を必ず指定してあげてください。一個一個順番に。今回はタルガで、TGA で、ガンマもオートマチックで進めていきたいと思います。ちなみにこのプリマルチプライドアルファというのはデフォルトでオンになっていますので、これをオンにしておいてください。それでは各素材のアウトプットパス、保存先を指定できましたら、実際にレンダリングします。今回は小さめのサイズでレンダリングしました。レンダリングと。そして、レンダリングしたものが、こちらと。背景ももう出してありますね。ちょっと、レンダリング実際にしちゃうと時間かかるんで、先に出しておきました。そして背景のビューティーとリフレクション、反射。そして落ち影の素材も出しました。これエレメントとは別で、シーン分けて別のシーンで影出したので、これは後で解説します。それでは、この素材を A に持っていきましょう。それでは 3ds Max から出力した素材を A 以上でコンポしていきます。で、この素材をすべてここプロジェクトに追加します。ディフューズを一番上にして、まあ、その上にライティングだったり、あとシャドウ、そしてスペキュラー、リフレクション、リフラクション。このオブジェクト ID というのは、とりあえずまだ使いません。Z シンボル。で、バックグラウンドは一番下。実際この量の素材を重ねるのは初めてです。で、この影素材ですね。ライディングとシャドウは、ちょっと残で重ねて、スペキュラであったり、ハイライトの素材はスクリーンで。で、アンビエントも上段ですね。影なんで。アルファオフにしておいて、キャストシャドウは、ディフューズの下と。BG のリフレクションもスクリーンで。では右が、まあ、一発で書き出したコントローラーと、左が
今回エレメントを分けてコンポしているものです。ただ重ねるだけでは一緒になってくれませんね。これでちょっと一つずつ設定をしていきます。これは各々自分の感覚でやっていただいて結構なんですが、とりあえず軽く進めていきますと、ちょっとシャドウをちょっと弱めて、で、スペキュラー。ヘイライトをもう少し入れて、これコントロール D でね、今複製をしました。一つ一つエフェクトから、このカラー補正で、色味をくくってあげたりしてもらってもいいんですが、まあ、こうコピーしても簡単に強めることができます。リフレクション。で、アンビエントがちょっと強いですね。調整して、まあ、ざっくりと同じような感じになったかなと。とりあえずここまで実際にこれを見ながらやってもらえると嬉しいかなと思います。ここからがいろいろ設定をしていくところで、まず一つ、二つ、三つ、いくつか気になるところがありますね。まずここ。ここら辺の、もうちょっと、潰れちゃってますね。黒っぽくなって。ハイライトが綺麗に出ていないので、ここだけ調整したい。そんな時に役立つのが、さっき、途中まで解説をした、オブジェクト ID。RGB マスクですね。これの出番です。このオブジェクト ID を、指定した範囲だけ調整したい素材の上になっていきますと。今回スペキュラだけ。そしてこのオブジェクト ID はどんな素材かと言いますと、今こんなんですが、このオブジェクト ID の素材にエフェクトからこのチャンネルシフトというのを、適用します。で、ここフルオン。ってやると、このオブジェクト ID で指定した色が、こう分かれてますね。この指定した青色の部分だけを切り取りたいので、すべて青にすると、青色の部分だけマスクが抜かれます。そして、このスペキュラを、トラックマット、ルミナンスキーマットというのに指定します。そうすると、このルミナンスキーマットというものは、一つ上のものを、まあ、マスクにするって感じですかね。簡単に言うと。そうすることで、さっきこの青色の部分だけを、オブジェクト ID で指定しましたよね。で、そうして、このルミナンスキーで指定してあげることで、青色の部分だけが、こう、調整できるようになりました。これで、ちょっと、グッと、ライトを持ち上げてあげれば、欲しい部分だけ調整ができますと。まあ、こういろいろ素材を重ねていくと、今、ここですね。ここの部分が、影の上から、こうハイライトを被せちゃってるんで、影が完全になくなっちゃってます。で、浮いちゃってるので、こういう時は、ちょっとこの影の下に持っていってやるとか。そうすると、まあ割と自然に馴染ませることもできます。この、素材を重ねるときに、まあ、影が先か、光が先かみたいな、
ちょっと、どっちなんだろうっていうのもあると思うんですけど、それは絵を見ながら、自分でいろいろ試してみてください。それともう一つ。ここですね。ここがもうちょっと、早く乗ってほしいなというときは、これを、持ってきて、今度は赤です。緑か。緑で全て指定してあげると。で、ルミナンスキーで既に設定してありますので、これだけで、もう設定完了です。あ、ちなみにこの2つはさっき設定したやつをコントロール D で複製しました。これだけですね。欲しいところだけを調整できます。最後に、Z 振動を使ってみます。まず Z 振動をかけたいレイヤーをすべてプリコンポーズで一つまとめちゃいましょう。コントロールシフト C でできますね。コントローラーと。そしてこのコントローラーにブラーからカメラレンズ。そしてこのブラーマップというのを Z 振動に指定してあげます。そうすると、まあ、レイヤー自体はオフで大丈夫です。あるだけでいいので、ブラーの焦点距離。手前をぼかすのか、奥をぼかすのか。指定できるようになります。で、このブラー半径というところでどれぐらい動かすか。というのを調整してあります。実際、被写界深度とかになってくると、カメラのレンズ、まあ、ここにも、ブラーカメラレンズとあるように、カメラのレンズ、ミリ数とかによって、まあ、ボケ幅、ボケる距離っていうのが変わってくると思うので、そのカメラ、に関する知識ってのも必要になってきますね。感覚だけでつけていると、まあ、必ず嘘になってしまうので。で、これ、Z 振動で、奥をちょっとぼかしてますね。ここら辺がボケる。にして、手前に焦点が合ってます。ざっくりと、こんな感じですね。これで、右が、まあ、一発出し。マックスから一発出しのもので、左が、鋭角素材をポンプしたものです。実際、レイメントを分けてやると、結構重ねるのが大変だったりするんですけど、その分やっぱり、さっきみたいに細かい調整ができて、より絵作りっても追求できると思いますので、ぜひ、一度でもいいので、まあ、すぐに使わなかったとしても、一度、素材を書き出してコンポしてみるっていうのを経験してみてほしいですね。これぐらいですね。A 上でのコンポは。ではさっきのシャドウですね。落ち影を最後に解説したいと思います。実際このシャドウだけの素材であれば、設定はすごくシンプルです。で、一つ。マテリアルを使うのですが、それは、マットシャドウ、リフレクションという素材を使います。このマテリアル、ここですね。ここを選んであげて、ここら辺、メンタルレイのマットシャドウリフレクション選択してください。これだけですね。これを背景、影を落としたい素材にドラッグアンドドロップで適用させます。そして、このコントローラー。コントローラーはライトの影響を与えて影を落としたいけど、コントローラー自体はレンダリングしたくないので、ここビジブルというカメラのチェックオフにしておきます。これだけですね。
これで実際にレンダリングしてみます。はい、レンダリングできました。だいたい1分ぐらいでしたね。このアルファチャンネルというのを選択すると、ちゃんと抜けてますね。まあ、こう、影だけがしっかりアルファで抜かれていることを確認してください。RGB では何も映ってなくて、アルファチャンネルにはしっかりと影が映っていると。ちなみに、今回レンダリング設定等は割愛しましたが、この影をきれいに出すために、いくらか、いくつかの設定もしてあるので、そこに関しては今回解説しませんが、自分でいろいろ試して見つけてみてください。はい。これで影の素材は出ましたね。影を落としたいオブジェクトに、マットシャドウマテリアルを当てて、影を落とすキャラは、ビジブルトゥーカメラに指定すると。それだけですね。それで、あとはレンダリングして、アルファチャンネルに影が映っていることを確認して、OK と。あとは AE でコンプすれば OK です。以上で全て解説はできたかなと思います。はい。すごい今回は長い解説になってしまいましたが、素材、各素材の書き出しから A 以上での梱包。で、この一連の作業というのは、まあ、映像を作る上では必ずすることだと思いますので、一度経験してみてね、そうすると、ひょっとしたら、コンポジットが楽しくなったりするかもしれませんし、それこそコンポジターを目指している方なんかは、ほぼ必須の知識なんじゃないかなと思いますので、今回特に説明しなかったんですが、この素材を並べる順番であったり、素材にかけるエフェクトの順番であったり、種類、数なんかもコンポジットする上ではかなり大事になってきます。はい、長い時間ですがお付き合いいただきありがとうございます。実際にこれを見て一度試してみてください。以上で終わります。